おはようございます。星野瑠璃です。2019年毎日王冠と京都大賞典の予想ということで、今週は秋 G1 に向けて注目の前哨戦になる毎日王冠と京都大賞典が行われます。毎日王冠は10頭と、少ない頭数なんですが、京都大賞典は17頭も集まりました。京都大賞典のメンバーを見た感じだと、何頭かは毎日王冠を避けてベスト距離ではない京都大賞典に向かったという感じもあります。そんな中でまずは毎日王冠の予想からしていきたいと思います。まずデータその1、 G1 勝ち馬。毎日王冠は G1 勝ち馬が出走してきたら狙い目となっています。過去10年で9頭も馬券に絡んでいます。今年出走する G1 勝ち馬はアエロリット、インディチャンプ、ケアイノーテック、ペルシアンナイト、モザースコットの5頭となっています。続いてデータその2、安田記念勝ち馬。この表は安田記念を勝った馬の毎日王冠での成績が書いてあります。右側の丸はその年の安田記念を勝った馬となっています。1993年から見ても安田記念の勝ち馬は毎年、毎日王冠を勝ててはいません。ウォッカでも2着止まりとなっています。おそらく58キロ以上になる筋量が影響しているのだと思われます。今年出走する安田記念の勝ち馬はインディチャンプとモザースコットの2頭となっています。続いてデータその3、牝馬。毎日王冠の次週に府中牝馬ステークスがあるので、基本的に牝馬の出走は少なくなっています。しかし近年は出走してくれば好走率が高くなっています。今年出走する牝馬はアエロリットの1頭となっています。続いてデータその4、3歳馬。3歳馬は過去10年で6頭が馬券に絡んでいます。注目点としては、馬券に絡んだ時は必ず連帯しているという点です。馬券に絡んだ6頭は全て2着以内となっています。今年出走する3歳馬はダノンキングリーとランフォザローゼスの2頭となります。ここからはまとめに入りたいと思います。私の本命は9番のダノンキングリーにしたいと思います。ダノンキングリーは4着以下なしでほぼ完璧な成績なんですが、重賞は G3 を1つ勝っただけとなっています。そのおかげで筋量54キロで出走できることになりました。去年の3歳馬はステルビオ、勝地、敬愛のノーテックと、いましたが、ステルビオと勝地は G2 勝ちがあるので55キロ、敬愛ノーテックは G1 を勝っていたので56キロでした。そのステルビオがアエロリットから 0.2 秒差の2着で、敬愛ノーテックが 0.4 秒差の5着でした。ダノンキングリーはこの2頭よりは間違いなく強いので、54キロならば今回のメンバー相手に2着以上は濃厚だと見ています。さらにダノンキングリーは神戸新聞杯の時に紹介したデータに当てはまります。皐月賞と日本ダービーで両方3着以内だった馬の次走っていうのはかなり好走率が高くなっています。国内に限れば2000年以降は5着以下は一度もありません。神戸新聞杯でも該当馬のベロックスが2着に好走したので、ダノンキングリーもここは大丈夫だと思っています。2番手に挙げたいのが3番のアエロリット。津村ジョッキーが初騎乗となりますが、最初で最後の騎乗でしょうから、しっかり勝ちに行くと思います。ただ最大のライバル馬がアエロリットのことをよく知っている戸崎ジョッキーなだけに、簡単に勝たせてはくれないと思います。筋量的にも有利な牝馬だし、アエロリットは休み明けが一番パフォーマンスが高いことからも、こちらも2着以内を逃すとは考えづらいです。前年と同じ時計で走ることさえできれば余裕で勝てるレベルなので、津村ジョッキーにはしっかりと頑張っていただきたいと思います。で、3番手に挙げたいのが8番のペルシアンナイト。アエロリット VS ダノンキングリーで問題は3着争いとなります。ここはペルシアンナイトに期待します。
前走は強敵相手にそれなりに見せ場を作った5着でした。と負けてはいけない相手には勝っているので、まだまだ衰えはないはずです。と今年はこれまで4戦していますが、金古賞は走らない休み明けだったし、と大阪杯はデムーロジョッキーの謎騎乗で大外分回しで、まあ、安田記念はスタートでの致命的な不利で、前走の札幌記念は相手が強かったし、またこれまた大外分回しなので範囲は全てはっきりと分かっています。今年は札幌記念から始動したことからを見ても、 G1 に限らず前哨戦も勝ちに来ているんじゃないかなと思います。ペルシアンナイトを追いかけてる人ならわかると思いますが、陣営は今ならマイルの方がいい、今なら 2000m の方がいいとか発言がコロコロ変わっています。一体一番ベストな距離は何メートルなんだとファンを惑わせているっていうのがまあ現状です。マイルがいいのか 2000m がいいのかがわからないなら、おそらく 1800m がベストなんでしょう。で去年の中山記念以降以来の 1800m になるんですが、もしかしたらものすごい強さを見せてくれるかもしれません。で今回はペルシアンナイトでちぐはぐな競馬ばかりしていたデムーロジョッキーではなく、とシタルケジョッキーに乗り換わりなので、その点もプラスになりそうです。で買い目は3連複は1点、3連複1点なら3連単3等ボックスでも良さそうなものだけど、人気通りの着順に決まった場合、3連複1点に6点分の金額を入れてた方が利益率がいいので、そうしたいと思います。なので3連複は人気通りに決まった方がいいといった感じです。でペルシアンナイトの激走に期待して3連単の3等ボックスを抑えで買います。なので、ペルシアンナイトの逆転も期待して馬連も抑えておこうかなと思います。なので3連複1点369で、3連単のボックスは369で、馬連は6番から39、この辺を資金配分して買おうかなと思っています。続いて京都大賞典の予想と、データその1、菊花賞好走馬と、菊花賞で好走歴のある馬が狙い目です。過去10年で菊花賞3着以内の実績のある馬が9頭も馬券に絡んでいます。今年の該当馬は菊花賞2着の経験のあるエタリオーとなります。続いてデータその2、前走 G1 出走馬、2010年から前走 G1 出走馬が毎年馬券に絡んでいます。 G2 ですので格上の馬が狙い目です。今年の該当馬はアドマイアジャスタ、エアウィンザ、エタリオ、グローリーベイズ、ダンビュライト、リッチマンの6頭となっています。続いてデータその3、牝馬、過去10年の牝馬の成績がこちらになります。ここ2年は連続で馬券に絡んでいますが、基本的に牝馬は苦戦傾向とあります。2010年に 2頭牝馬が絡んでいることからも、その年のボファのレベル次第で馬券に絡むことができそうです。で今年出走する牝馬はウラヌスチャームです。で関東馬なのに来週の府中牝馬ステークスではなく、わざわざ京都大賞典を選択したので、無視はしない方がいいかなと思います。続いてデータその4、関東馬、過去10年の関東馬の成績がこちらです。去年は2頭馬券に絡んだけど、基本的には苦戦しています。ただ出走したメンバーを見ても分かる通り、そんなに強い馬が出走してきていません。関東の強い馬は毎日王冠かオールカマーに向かうので、そういった理由で苦戦しているだけなのかもしれません。だから強い関東馬が出走してきた場合は普通に狙っても良さそうです。今年出走する関東馬はウラヌスチャーム、グローリーベイズ、メートルダールの3頭となっています。ここからはまとめに入りたいと思います。私の本命は9番のエアウィンザーにしたいと思います。おそらく距離的に毎日王冠がベストなのですが、強敵相手を避けて京都大賞典に向かってきたのだと思います。札幌記念という選択肢もありそうでしたが、これも強敵相手を避けたんだと思います。血統的には父がキングカメハメハで、母系には東京 2400m で活躍した馬が多いし、エアシェイディのように有馬記念で2年連続3着の馬もいます。なので今まで2400を一度も使わなかったのが不思議なぐらいです。守護馬成績を見ても、ディープインパクトの初年度産駒が3歳になった2011年以降の成績で比較すると、キングカメハメハ産駒は 2400m 重賞で一番勝率が高くなっています。
6ヶ月半ぶりになるけど、8月中旬には立冬に入って調教しているので乗り込み量は十分です。で、2番手に挙げたいのが10番のウラヌスチャーム。穴候補は唯一の牝馬のウラヌスチャームだと思っています。関東馬の成績があまり良くないというデータを出したんですが、この馬は9月中旬から立冬に入って調整しているので実質関西扱いでも良さそうです。でデータ紹介でも言いましたが、関東馬の成績が良くないのはそもそも強い馬があまり出ていないというのと関西輸送が影響しているのだと思います。オープンに昇級してから1勝もできていなくって、牝馬限定重賞での負けなので、ここでは能力的に足りない感じもしますが、後ろから行く馬なだけに展開が全てとなります。常に上がり3波論のタイムは3番目以内な、以内の馬なだけに展開がはまれば一発ありそうです。で3番手に挙げたいのが16番のグローリーベイズ。天皇賞春ではフィエールマンと一騎打ちで3着以下を突き放していただけに、間違いなく能力は今回の出走馬の中でトップです。去年の菊花賞も外枠という不利な条件での5着なので、そういうことも考えると去年の秋以降っていうのはかなり強い競馬ばかりをしています。問題になるのは開幕週での8枠というところです。基本的に長距離レースは内枠が有利になるし、京都の開幕週はとにかく内枠先行馬が有利なので、そのあたりで負けてしまう可能性があります。やっと調子を取り戻した感じがするデムーロジョッキーですが、果たしてこの厳しい枠でどういう競馬をするかが見ものです。で以下は15番のレノバール、1番のノーブルマーズ、4番のエタリオーまでしたいと思います。で買い目なんですが、馬連で9番から相手に1、4、10、15、16の5点。ワイドはウラヌスチャームから買いたいので10番から1、4、9、15、16の5点。この辺を資金配分して買おうと思っています。じゃあこんな感じで2019年毎日王冠と京都大賞典の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたね。